はい、どうもありがとうございました。夢はマジョリカセニョリータキーウエストクラブのお二人です。おはようございます。おはようございます、お久しぶりでございますね、はい、土曜日2回目のご出演でございまして、いつ見てもいいですよね活発で結構息が上がってますね。そうですね、あの踊るのでちょっとね、そう入ってしまう、このね、それだけ一生懸命歌ってるということですよね、はい、朝の早からね声もなかなか出ないですけれども、はい、で、この夢はマジョリカセニョリータというこの曲が、はいはい、3枚目のシングルということで、はい、8月の21日に発売、はい、発売になったばっかりですね。今年の夏はいかがでしたか？そうですね、私は実家が大阪なんですけど、そうですね、あの帰ってきたらお母さんがとっても美味しいおかずばっか作ってくれて太っちゃうんで、ね、ああ東京の方でずっと過ごしてました。4日間ぐらい。もう休みにでも帰らずに、はいはい、大阪どこですか？の関目です。関目、関目、関目じゃなくて関目ね、はい、大阪では関目で通りますからね。千倍城宮の近所や。そうです、宮古島線ようバイトで行ってました私。そうです、みきちゃんとけいこちゃんですね。け、はいこ、はい、ちゃんの方が大阪出身で、みきちゃんはどちらでしたっけ？東京都なんですけれども、葛飾ですか？あのね、東村山ってご存知ですか？東村山ってあの志村けんさんという同じ、はい、何丁目？あのあでもね、それね、歌だけなんですよな、東村山何丁目って。あ、そうなんですか？東村山市なんとか町っていうのがちゃんとあるんですよ。あ、一丁目一丁目の嘘なんですか？そう、俺バス停で一丁目一丁目じゃんなかったので、ね、じゃ あの実家の方には帰ったりとかは、はい、あのね、今も実家から通ってますので、夏休みはもう映画を見に行ったりして過ごしました。じゃあ、はい、平君にね、休みは休みとして、そうですね、フックとか見に行ったんですか？ね、フックはまだ見てないんですけど、オロシア国スイムタンですか？あのあれを見ました。パトリオットゲームですか？ちょっと喋らせてごめんなさい。あの昨日行ったのがね、サムサフィーっていう映画なんですけども、フランス映画で、フランス映画ですよ。サムサフィー、ボンジュー、マダム、おかしらんだけど、サムサフィーって馬の名前出してるんですよ。で、このサードシングルがですね、発売になりました。その記念と、はい、とですね、記念を兼ねてですね、はい、今日12時30分から、はい、ナショナルショールーム、はい、阪神の方でございますけれども、はい、おなじみでございます。こちらで12時半からイベントがございますね、これはあの一応 CD を買っていただいた方、はい、はいはい、そうですね、ということなんですが、そうです、入場はね、はい、ただここへ行って買って入ればそれで OK と、そうやね、いうことでございますけどですね、はい、今日この後今この情報を見て今日行こうと思われた方はですね、この後すぐに、ナショナルショールーム12時半これ行っていただきたいと思います。またあの秋にかけて学園祭とかで忙しいそうで、はい、関西ではまだ学園祭決まってないそうです。これから今 ね関西の、大学祭実行委員の人、はい、誰かいてはったらね、カンカン同率とかね、いろいろありますけども、ぜひ ね、はい、呼んでもらってる、お二人おいくつ、一人おいくつですか？17歳と16歳です。16歳、はい、そんなに若かったの？17と16ですか、はい、2人合わせて33、はい、我々2人合わせて60ですからね、ちょうど倍数、高倍数になったのか、そうですね、半分でございますけれども、ね、学園祭殺到しますよ、ということで今日のお客様キーウエストクラブのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。